なんか喋る？いや、喋んないです。なんか喋んない、なんか営業しなさいよ。これ何屋さん、何屋さんでしたっけ？移動販売のリンクです。はい。あの、新潟にお店がない全国のスイーツを代わりに宣伝と販売を行ってます。はい。はい、今日の一押しは京都の塩豆大福です。はい、じゃあ私はこれを、これを買いましょう。あ、ありがとうございます。入ってて700円だったんですけど、はい、何パックいります？3個入って700円、何パックいります？もう1人で何個食わせるか。1個でいこう。1個で3個入り700円ってどういうこと？3個入ってるでしょ。あ、そういうことね。はい、1パック3つ入りです。いや、私1個でいいですよ、今日1個でいいですよ。いや、俺ね、これからあの外出するので海に行きながら、海じゃないな、うん、サッカー場があるんですよ、こっちのブーンって遠く、寺泊って分かりますか、うん、あれ長岡、新潟の人、新潟です。新潟の人、寺泊行きましたよ。行きました。バイク、バイクです。何乗ってるの？俺稲妻乗ってます。やるね。俺 CB1000 なんだぜ。マジっすか？マジっすか？だって稲妻の方が早いろ。いや、多分 CB の方が早いです。なんかそう、声マウントって言うんだけど、こんなこと知る場合じゃないんだよ。別にいいじゃん。いや、とか、あ、そういうことね。300円で買えるのないの？ないんですよ。そうすれば1000円で売れるのとかした方がいいよ。お釣り出るんだったら、なんで俺こう商売のあれしてんの？お釣りが300円、俺だったら300円出るんだったら、300円プラスしてこっち出しますってやったら1000円の利益になるじゃん。1000円の売り上げになるじゃん。なんで俺が提案してんの？提案だよ、これ。300円のがなくて。だから氷の1個例えばつけますとかってした方がいいんじゃない？だってお釣り持たなくていいじゃん。そしたら俺らももらわなくて。確かに。確かに。確かに。300円の商品。1000円のやつを作ればいいんじゃない？1000円のがないんですよ。700円、700円。じゃあなんか相談あれしてくださいよ。じゃあ俺このお茶もらっていいですか、これ。え？飲みかけの。ああ、彼の。俺の飲みかけです。大丈夫だ、稲妻の味がする。間違いないです。よかったらどうすか。どうすかって、それ。1本300円です。高くなってんじゃん。和風のスイートポテト、味が3種類楽しめるスイートポテトを持ってきてます。はい。はい、これも700円。760円です、ね。はい。千葉にあるカステラ専門店、酒屋さんのチーズカステラ持ってきてます。なんか麹かなんか入ってんの？そしたら。入ってないです。酒屋さん、酒屋さん、あ、酒屋さん、酒屋さんっていうの、酒屋さん、酒屋さんね。すいません、はい、これはあの北海道のカマンベールチーズケーキとスイートポテトらしく、ヒルナンデスで紹介された大人気の商品です。最後が長野のリンゴを使ったアップルパイできてます。わかりました、ありがとうございました。じゃあ詳しくはここまでやりますね。詳しくは載ってないんですけどね、名刺がないんです。これは儲かりますか？おかげさまで。嘘。じゃあうちの社長にちょっと話して。本当ですか？そう。わかりました。お菓子必要な時あったらご連絡ください。はい。ありがとうございます。はい。いいね、歩く。そしてこのタイヤはそろそろあの消耗品で変えた方が。もらうんだから、はい、はい、こちらの常温保存で3日までにお召し上がり。わかりました、もう今すぐ食います。ありがとうございます、はい、よし、食べよう。出ました、登録は YouTube チャンネルないですか？どうないし、はい、じゃあ、行ってらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。じゃあ、意的にこう取ってみましょう。はい、行ってらっしゃい。あ、ありがとうございました。